東京ツインパークスは東京都港区東新橋一丁目の塩止め地区内にあるツインタワー超高層マンションである。東京都と民間企業が一体となって複合都市の創出を目指し取り組んだ再開発事業の一環で建設された共同住宅である。プロジェクト名は塩止め D ンが行くマンションであった。東京都立浜陸遊音指庭園を見下ろす絶好の 敷地に立ち、都心居住型超高層マンションでは希少かつ、最良の立地特性を持つことから、パワーペプルが、それぞれのパワーテイストを駆使し、パワーライフを送るを、トータルコンセプトとして、100年を超え200年住宅を目指し、整備が進められた。ツインタワーであるが、建築基準法上は一棟の建物となっている。外観は、 墨色や白に近い灰色といったモノトーンの配色とすることで高層オフィス群の中にあっても強調できるデザインとした。セキュリティ、ラウンジやフィットネスクラブなど共用施設を充実させ、倉庫数は1000個。最高価格帯は7000万円台で最高価格は6億円。3分の1以上は1億円を超えていた。売り出した時、万全な警備体制をうたい、 プライバシーの保護についても住民が厳しい目を持っていたため、青山の高級マンションを購入したと言われていた若者にカリスマ的人気を誇る女性歌手がここに引っ越してきたとの噂が住民間で広がった。しかし、そのような事実はなかった。ありがとうございます。